皆さん、おはようございます。マーティン、ダーヌ・ミャクル・キンタです。9時年、どんどん行きます。広報の仕事、いいですね。地域密着型のコムテ SNS の運用、イベント企画。プレスリリース、カタログとか、いろいろ、タウン情報誌これね、見たことありますね。はい。9時から6時、まあ、相談会あります。休みは水曜日でその他、まあ、第3回予備、他に定休日決まえております。あと、夏季休暇取得可能です。はい。いろいろな広報、いいもんでございますね。イベント企画。まあ、あとは、医療関係の仕事、医療事務も、確かに、はい。 聞いたことありますね。はい。8時半から19時。じゃあ8時半か12時です。木と土曜日は休憩なしです。要因と同じ。日曜日と祝日をお休みその他もの。やはりいろいろな育成もあるんです。介護事務もまあ私も少し経験してますね。はい。こんな事務の解体管理とか会議、あとは来客電話対応その他ものものです。はい。8時半から5時半。週休はその他で週休。あとシフト制によりますね。希望病事前申し込み配慮です。 さまざまなニーズに応えてやっている仕事です。はい、経理の事務も、はい。確かにスキルアップが必要でございますね。はい。海外進出に向けても、はい。農産業で、毎農産業でもらいます。休みは土日、休休日か、その他も,のも学校行事でも多様化です。いいね。銀行事務も確かに大変ですね。いろいろな研究、研修があってね。はい。9時から15時、はい。休みは土日、祝日、休休日か。まあ、保険の加入によりいろいろ、学校行事など対応できます。 フルの制度もあります、はい。生産管理、品質管理もこれジムに入っております。アシスタントから製造経験あればなおかです。はい、指示とか工程管理、品質管理、生産管理の3つです。はい、8時半から5時半、これ急な出勤の場合もあるので注意。日、祝日、そのった週休2日制ですね、はい。背景にはいろいろあります。40から50、ベテランが多い、働き方が多いです。あとは営業事務これブランク、未経験も OK の場所です。 はい、電話対応、その他ものもろです。8時半から5時半、休みは同日、その他、あと週休日2日制ですね。はい。まあ、職務の経緯、いろいろな流れによって違いますね。検診員もありますね。電気メーターの検診員、自分のペースで OK です。はい。9時から14時45分。これ1例で,です。休憩45分。日、祝日、その他ものもろですね。はい。夏風にかけて、経験も合わなきゃいけないです。サンプリングスタッフ。これサンプリングスタッフ。現場採取、手順、仲間。これが特徴です。遠方からもあります。 8時半から5時半、休みは土日、あとは週休2日制だそうです。あとはまあキャリアアップ、いろいろですね。はい。以上です。バイバイ。